それでは行きます。取られましたね、傾きましたね。持ち帰るときは手のひらを押し当てたままその場で返す、はい、一瞬離しちゃうとどうしても飛びますから、はい、かります。手のひらは開いて、チョキを開いてここはグッと押し当てたまま、はい、ここまで返す、はい、もうちょい早めに持ち帰っちゃっていいですか。あ、そうです。これでかなり苦労してる感じ。あ、はい、行きます。身の位置が後ろになっちゃう。ああ、で体重かかんない。体重かかんないし、体重後ろ後ろな押してんのと同じなんでしょうか。この形、肘がこう体の前じゃなくて後ろにこうなるように、肩の後ろに引きつけるようにやってみてる、はい。顔前出ちゃう。顔は、うん、そんなに極端に出ない。前半はそんなに倒さなくていいですけど、まあ肘よりは当然前に出ていいです。はい。わかりました。前出て直立気味、森さんに言うとこうなってる。そういう感じ。こういう形に持ち込む、はい、このハーネスで早く荷重をかけてあげたいですね。ウィングラインの張りを意識して、はい、背中は見えないんですけど、はい、あるものだと思って、ね、期待を意識して、そう意識してるなーってもうちょっと磨こうかなってとこですけど、かなりいい感じ。さっきに比べたら全然の、もうちょっと、はい、ちょっと昼飯やってます。はい、できます。修正も効くし、スイッチも効くし、楽ですよね、はい、今の感じに思い出してきます。風も入ってたから、はい、行きます。はい、いいですか、はい、行きます。
かなり我慢してますね。でしょうになる上とか言ってそう、あのね、ちょっとあの山の急斜面で降ってたのが確かに簡単にデコできちゃったりすると、はい、出てますかね。はい、じゃあ一応見ましょう。はい。行きます。意識してますね、かなりね、はい、どの体の倒し方も手の位置もいい感じ。あ、分かりました。少し休みながら、はい、もうちょっと人が増えたんで少し休めながら、はい、休みください、はい、かなりいい感じに仕上がりました。よかった。行きますね。行きます。最後です。最後。ああ、疲れちゃって。疲れちゃった。そうですね、連チャンですもん。行きます。もっと早くですね。で、手に無理があるからもう持ち替えたら手がこうプレイヤー状態になっちゃってるんですね。もったいない。そこまですごくいい感じで来てるから、はい、もうそんなに頑張らないで位置、ね、がもう僕なんか90度いくかいかないかでくるっと返しちゃう。ぐっと返ってあんまり早くやるとこの手が泳いじゃうんだけど、手をぐーっと真上に引き付けたってできたらもうここで返しちゃっていいですね。ぐっと、はい、行きます。かなりいい、はい、まあ、でもちょっと手が伸びてくる。まだ伸びてる。まだ伸びてる。もうちょっとね、肘をキュッと、脇をキュッと締めるつもり。
はい、わかりました。脇にソフトボールを、加速した時です。持ち替えてこう行く時に体が突っ込むと同時に手も出ちゃってる。抑え気味にはしてるけど微妙にまだ出てる。はい、わかりました。脇の下にテニスボールを挟んでる。はい、わかりました。はい、じゃあ行きます。使い方も綺麗です。ここでプッて出ちゃったんですよ。でこのままもうあとは腰が引けた状態でダダダダってスピードが乗らなくて、はい、惜しいな。もう手を釘で刺して手のひらが離